高橋由一チャンネル。ネットの面白いのを見つけたんですけど、ダイヤモンドオンラインで、ジャーナリスト田原総一郎と国際政治学者増田裕一が対談。最先端の AV に乗る中国人と時代遅れのガソリン車に乗る日本人、失われた30年でステータスが逆転、読めば国内外の問題が多視点で見れるようになるっていう記事。笑わせないでよ。なんか EV が最先端と思ってる段階で最先端じゃないですよ。そうですよね。EV のいろんな欠陥がたくさん出てきたし、それであれだよね、 EV で電気作るってったってさ、別にあの石炭燃やして電気作ってる国でも話だからね。そうですね。そんなんだったら全然内燃機関の方がね、はいはい、はるかにまともでしょ。そうですね。それであの寒いところに行った時に内燃機関だったらガソリンを持っていけばね、はい、全部すぐ動くんだけど、 EV でガソリン持っていくっていけないんだよ、はいはい、大変なことなんですよ。寒いところで使うもんなんねえ。寒いところだってだって電池持ってきたでっかい電池なんだあれ、はい、でかすぎて持ち運びできないくらい電池ですよ。そうですよね、うん、それでやれって無理だよね。うん、だからやっぱり内燃機関はさ、このエンジンはね、はい、やっぱり成功だからさ、作れる国が少ないんだよね。あ、なるほど、うん、だからみんなモーターの方になっちゃって、そうしたら内燃機関が作れないってことはなきゃ。そう、私なんかだから技術的に考えたら内燃機関があるから、はい、それを生かさなきゃもったいねえだろうと、うん、で電池の話は分かんなくはないからハイブリッドでいいだろうってすぐ思うよ、はい、まあ、そうですよね、うん、それをハイブリッドじゃなくてその一気に飛んじゃってると内燃機関が作れないところが、まあ、このやってるのが EV だよ。そうだから、こんなのもうあれだよ、技術的に行き詰まると思いますよ。もうだいぶでも EV じゃないねって感じになってきましたよ。さあ、もう分かってきたじゃないだ、うん、今 EV のね気持ちも分かんないくないからハイブリッドでいいでしょってことだよな、はい、うん、そうですね、今のもあれだよね、あのハイブリッドで多分十分だと思うけどね、はい、当分の間ね、はい、EV が最先端だなと思ってるなと本当に大間違いで、なんか技術全く知らないんじゃないのって、内燃機関作れない人が作った車だからねと私なんか思ってますよ、ね、そういう見方ですね、うん、確かに。だからこれであれだよね、最先端だって言ってるのなんかおかしくて、でもどっかから金もらってこれこか、ね、エージェントになっててそれをのね、コマーシャルしてるのかなと思うくらいの記事だよね、これはな。まあ、でもこの田原総一郎さんと増田さんっていうおじいちゃん2人なんで、まあ、おじいちゃん2人で分かんないから車ほとんど運転しないだろうと思うけどこれやっぱ中国大好きってことなんですか。まあそうでしょ、普通は。まあ、あの増田さんはそのね、結構中国の方を買ってたってね、有名な人ですからね。あ、要はわけ分かんないんだけどさ、この EVEV っていう人のね、はい、気持ちが私には分かんないし、はい、内燃機関のね良さがあるからね、はい、私だと先生ハイブリッドでね、はいはいはい、EV の方の話で、あの家のね蓄電池の代わりにねちょこっとね使うって手はあるかなと思うけど、それ以外にはなかなか考えつかんけどね。だいたい中国のやってることってのはだいたい怪しいのそもそもねだってもう半導体がさはい、はい、あの半導体の秘密工場はたくさん作ってってんだけどさ、はい、それはさ、それでアメリカの規制を抜いたところは日系が喜んでさ見つけて書いてるんだけど、これはまあ日系が見つけたんじゃなくてアメリカ政府が見つけたんだけどね、はい、でも中国越しの日系としてはさ本当に嬉しい感じで書いてるんだよね。でもこれさすぐ行き詰まるよだってもともと半導体の製造装置っていうのは日本とオランダとあとアメリカしか作ってない。そうですね、それで日本とオランダもアメリカからも締め付けられても、はい、だからもう半導体の製造装置はもう中国に出せない。でそれ前にしこたま買い込んだんだよ中国から。それでちょうどちょっと改良してやったんだけど、はいはいはい、改良したり保守するのも実は日本人とオランダ人しかできないからそのうち無理になるんだよ。そのうちぶっ壊れちゃうってことですか。そのうち無理になるよそうなんです、ね、そのうち無理になってさ、だからファーウェイかなんかさちょっとあの線の細いやつをね、はい、出してるんだけど、そのうちあれやっぱり太まで悪くなると思うよ。ああそうですか。苦しいって。だから日経さんもね、はい、中国越しもう外やめた方がいいんじゃないのこうもう今やさ、こんな抜け穴作ったところで中国すごいって言ってるんだからね抜け穴をしてるのがすごいなんて言うんだと思うダメだよなそうですね。これはもうこれは日経は中国が頑張ってるっていうことなんですね。中国頑張ってるって言うんだけど、もう頑張ってるところが違うだろうもう
だからね CPU かなんかもう中国作れないんだよ、はい、作れないんですか。作れないんで古いのが作れないんだよね。でも全然話にならないんだよ。だからねファーウェイかなんか日本で売ってるやつっていうのはもう、はい、もう2世代か3世代前のやつしかもう売れないんだよね。それで今度新しくね、はい、あの今の CPU っていうのは単なる CPU じゃなくてグラフィック機能もついてる GPU っていうのもついてるし、 あと NPU っていうねこれ AI ね AI のやつもくっついてるんだけどね、はい、この新しいねあのコアウルトラっていうのはコア出るやつはね、はいはい、AI のやつもくっついてるんだけど、はい、これはもう作れるのがインテルと AMD と Apple しかないけど、Apple と AMD はもう中国出すなって言われて、ね、インテル今度出すなって言われてて、はい、ファーウェイはこの間発表したんだけど、はい、あれ無理だなそうなんですね。発表したんだけど CPU ないからそう、あれは作れないな。なるほどなるほど。だから結果的にどうなるかっていうとすごい古い世代の話しかできなくて、うん、古い世代の CPU しか使えたのしかできないからもうどん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 もミュートしちゃってるよね。ああそうなんですね。ちょっと中国からもう一個なんかあったんですけど、あの中国は日本の水産施設登録を全て無効にしてたっていう、これはだからあのじゃあ習近平がずっとさ、はい、処理水の話をね、はいはい、汚染だって言ってるからって言ってね、これでその絡みでさ、はい、日本から輸入するなっていうのと一緒だよ、はい、で輸入措置を禁止してるっていうのの全く打開だよね。まあこれあれなんじゃないの、この際ね、うん、もういいんじゃないの、ほっといて、ほっといていいってね、それでね世に来て食えって言った方がいいよ。そうですね、うん、あのホタテのやつって結局新しい販路できて今そうだそんなもんなんだから、ね、でもさ食いたいんだろ、なんか日本に来て食えばいいや食えないの悔しいでしょって感じになるじゃない。中国の人は食いたいけど習近平さんダメって言うんでしょ。でもさこっそりさ日本に来て食ってんじゃないみんなそうですね確かにそういうのはそういうのはさ規制できないんでしょ。そうまあそうですよね。あやっぱり食い物の話ってさどうしてもしょうがないんだよな。みんなさ日本のさあれでね回転寿司かなんかでさ埋めてきてきちゃってんだよな、はい、そうですね、うん、でも中国自体もやっぱ景気悪いからかあんまり日本人は観光客少なくなったね。なりましたね。まあ、いいんじゃないもんこれ、はあ、だからいいんじゃないもん本当に、うん、だからさ日本もさあれだよ日本人が食え、はい、食えばいいんだ中国人食わせなくて。まあそうですね、うん、そうやってちょっとさ輸入禁止なんかしてんだったら逆にさ日本からさ輸出禁止もしたっていいんだよ。あ確かに、まあ、そのくらいで政府が買い上げてあげてね日本の国内であとふるさと納税かなんかでねまあいいの巻いちゃえばいいんだよ。そうですね、もう、うん、そうですね。なるほど。いいものは中国人にうまいことうまいのを食わせることないと私なんか思っておりますじゃ日本人が食えばよろしいですどんどん活用すればさいいじゃない。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。